感じになったでしょうか。9番の松山は下がっていきます。後方から6番大江上がってくる。誘導員をかわして残り600の鐘。8番の友江は一旦下がって、ここは4番手キープです。7番手9番の松山が内をすくって上がっていきます。4コーナーからホームストレッチ。まもなく残りが1周。6番の魚屋の先行。2番手は2番の森岡。3番手9番の松山と8番友江で並んでいますが、9番の松山が友江をさばく。3番手から9番松山がまくっていきます。バックストレッチ。松山のまくりが一気に決まって、後ろ5番の清水。さらには1番の妖怪市や中部勢、綺麗にできりました。9番の松山先頭、2番手5番の清水、ぴったり追走。4コーナーから直線。松山先頭、清水が追う。並んでかわしていきました。ゴールイン。5番の清水抜け出しています。2着。